ためほどひどくはねえ。しかし野郎とっくに死んでるから肉体の限界無視して全力で突っ込んできやがる。奴の本質はあくまで刺激されているゾンビに過ぎん。イベリウスほどの姿勢もない。徹底的に破壊すれば十分に滅ぼせる。それに今にも崩れかけだし。クラウディウス、あら、邪魔はさせないわよ。サカシ、
だな。あんたの相手は私なのよ。さあ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 、もっとあがきなさいよ。メタトロン、ハンティングホラーの調整は完璧である。ナイスタイミングです、神様。裏切り者どもが。時間稼ぎお願いできます。よかろう、我が輩のロックを見せてやるのである。レッツプレイ。ふしゃYeah.
ハスター死体にも呼べるのかよ。クソクソクソ、どうする。愛十字クロリカさん。なんでもサイズが違いすぎるだろう。避けた方が。と喋らないで、舌を噛んじゃうから。もう、もう、これ
防御結界と装甲をこうもたやすく貫くとは。とどめを刺す。
こいつはヤバいものだ。我に帰れ。怪獣ジクロー、ナイタトロン、カルブラを殺した報いを何としても与えてやる。やれやれ、ひどいありさまだな。おいおい、大丈夫か？俺はいい。それよりライカさんが。
なんだかんだで漁夫の利ってやつか知らん。ティベリウス、試験体1号の失敗は感応力だけに特化したことだ。Cの威圧に耐えきれず崩壊する。ここの表を見てくれ。 SAN 値がマイナス10を割っている。これでは事故を保てまい。やはり心霊的な強化は必須。2号は逆に感能力が低い。期待する数値を求め。3号は1号にコンセプトに近い。今回の結果から見るに、キツネツキとメルトダウンの危険が高い。カリキュラムの方針変更が必要だ。8号はあれこそ C の巫女の機能を一点に特化させているはずですが、あれはまだまだ試行段階だ。 C との接触には早い。6号7号もしかり。あの二人はコンセプトがいささか特殊すぎる。同志も趣味に走りすぎるからな。5号は問題ないとなると、4号か。あれはむしろ兵器として特化させようと思っていたのだ。しかし5号を除く他のどの試験体よりも強靭。やはり4号だな。体内魔術回路の完成を急ぐ。では4号を C の巫女に。4号を C の巫女に。4号ライカを C の巫女に。フングルーむぐるうなふ、くつるうるるいえ、うがふなぐるふたぐ。うんぐるいむぐるうなふ、くつるうるるいえ、うがふなぐるふたぐ。Ha ha ha!